自民党が大好き。私は、まあ、自民党がお好きだとおっしゃいましたが、しかし構造問題を放置してあらゆるツケを将来に先送ろうとしてるのは彼ら。賃金は上がらない、派遣法全面解禁してますから、何でも派遣でいいような世の中になっちゃったんですからね。自民党がやったことですが、自民党がやってきたこの真逆を、私は何としても競争力のある福祉国家へと、北欧型の社会へと日本を変貌させていきたい。 50% の投票率はできない。日本で政治家があいつらほど信用できない奴はいないと、国民から思われてるような国を放置したんではできない。ちょっとは野党も好きだと言ってもらえるように頑張りたいと思います。世の中半分ぐらいいらっしゃる。それがまあ積極的かどうかは別として、まあ、特に他に選択肢ないじゃないかと思っておられる方々はたくさんいらっしゃいますので、いや、いいご指摘でした。いいご指摘、次にさせてください。うん、その通り。それで私はもともと中央官庁で勤務してました。でその時にもう20年以上前ですから、当時の自民党政権ずいぶん傷んでたんですね。でこれに代わる選択肢が必要だと当時すごく思い詰めてこの道に入りました。で当時そういう意味では人気がまだまだあった民主党、政権交代を目指して新しい社会を作りたい、これが私の原点でした。ただ残念ながらあれだけ高いご期待をいただいて成立した政権だったのに、まあ、十分国民の期待に応えることができず、その後下野して、状況は日々刻々むしろ悪化し、先ほどおっしゃった野党の分裂やそういう期待なかなかしがたいような状況に至って今日に至ってます。という意味で私は、まあ、自民党がお好きだとおっしゃいましたが、まあ、ある意味自民党から学ばなきゃいけないと思う点が多々あるんですね。それはやっぱり政権という荷物は大変な荷物ですから、ちょっとやそっとで背負える荷物じゃありませんから、その当時の民主党政権の反省も含めてですが、やっぱり私たちがいろんな意味で経験に勝る自民党から学ばなきゃいけないと思っていることがたくさんあるんです。でそれが当時の反省の上に立ってこれから再出発したいと思っていることの、まあ、最大の理由です。でしかしです、それは率直に認めた上であえて申し上げるんですが、先ほど申し上げたエネルギー構造の転換の遅れや、あるいは農業の自給率の低さ、それから人口減止まりませんよね。高齢化もすごいスピードで進んでます。で社会保障は随分揺らいでますから、これによってで全ての海は莫大な財政赤字になってるわけです。そのことによって金融政策がほとんど打つ手がないんですね。これだけ借金が増える、で円安の物価高でしょ、賃金は上がらない、派遣法全面解禁してますから、何でも派遣でいいような世の中になっちゃったんですからね、自民党がやったことですが、というあらゆる構造問題を放置してきたのも私自民党なんですよ。だから私はね、政権運営においては彼らから学ばなきゃいけないと思っていることがたくさんある。しかし構造問題を放置してあらゆるツケを将来に先送ろうとしているのは彼ら。国民には彼らに代わる真っ当な政治勢力を選択肢として持つ権利がある。私たちはそれに応える義務と責任がある。その上で私はね、これから先そう簡単に人口減は止まりませんから。そして高齢化も今 30%、 昭和の今の社会の原型ができた時は 5%。 55歳で定年でしたから、当時は65歳でみんな人生全うしてたんだから。当時は国民年金の掛け金なんて若い人月額100円だったんだから。当時はそういう社会を継ぎはぎしながら今まで来た。しかしもう無理じゃないですか、このまま継ぎはぎだけで行くのは。高齢化率だってこれから 40% に到達する。毎年の人口減は今60万人から70万人、川口市一つ分ですからね。川口市一つ分は毎年なくなってんだから、そんな中で今までの政治や社会を維持できるはずがない。つまり政治的に自民党に変わりうる選択肢を持つ、その意味するところとは、これからのそういう時代にふさわしい社会を作るということと同義なんです。そしてそれにふさわしい社会とは、はっきり一言で申し上げます。今までのように経済成長、みんなが正社員、毎年給料が上がって年々暮らしが良くなる、その代わりあらゆること自己責任、自助努力でやってくれという社会をこれ以上放置できない。私は明らかにこれからこの人口減と高齢化を前提にすれば、日本は今よりは格段に福祉型の社会、福祉国家へと変貌していかなければならない。そしてそこから生まれてくる福祉国家を作ったことによってです、そこから生まれてくる安心感、信頼感、社会への期待感が様々な人々のチャレンジ、挑戦を促し後押しすることにつながる。結果としてその社会は競争力を備えることになる。したがって私はこの先、自民党がやってこれなかった競争力のある福祉国家へと、北欧型の社会へと日本を変貌させていきたい。その時にたった一つ、北欧にはあるが日本にはないものがある。それは政治への信頼です。有権者が 90% 投票に行き、彼らは政治家は絶対に悪いことをしない人たちだと言い切り、そして確かに高いと言いながらも私たちのためにちゃんと使われてると言って税金と保険料を払う。そして社会が安心だからみんな貯金する必要がないんだそうです。経済も当然回り、新しい産業が立ち起こるという型式の社会国家へと日本を引っ張っていくには 50% の投票率はできない。日本で政治家があいつらほど悪い奴らはいない、あいつ
信用できない奴はいないと国民から思われているような国を放置したんではできない。何としても高い投票率、高い有権者意識、そして政治参画によって生まれてくる信頼される政治、それが引っ張っていく福祉型の社会、福祉型の社会をもたらす競争力のある国家、自民党がやってきたこの真逆を私は何としても野党を束ねることと合わせ方々、それを新しい時代に向けて実現したい。それ以外に後の世代に対して顔向けできる、胸を張れる、自信を持って社会を引き継げる方法は他にないじゃないですか。ぜひそれを心してやっていきたいと思っております。ちょっとは野党も好きだと言ってもらえるように頑張りたいと思います。小川淳也、本気で総理大臣。そうしたら総理大臣になるかもわからんで。お前や